皆さん、こんにちは。パスタートビーです。3 at 3といって、まあ、英語で金曜日の3時に3分間のメッセージを届けているんですが、まあ、これは日本語バージョンで、まあ、3時ではないんですけれども、やらせていただきます。今ね、アメリカという国で、まあ、私たちを取り巻く状況、大変ないろんな人種の問題で、大騒ぎになっていますね。私たちはそのクリスチャンとして、神の愛を知っている者として、この状況をどういうふうに応答していくべきなのか、そういったことを考える中で、本当に一人一人が、個人が神様の前にへり下って、まず神様の言葉を聞く必要があると思います。で、神様、今私に何を語っていて、そして私に何をすることを求めていて、そしてこの国に何を語っていて、この国はどうするべきなのか、そんなことをね、考えていく必要があると思います。そして神様の愛や、根ざして、そして神様の愛に突き動かされて、この状況に対して、行動を起こしたり、声を上げたり、そういったことが、できると思います。個人的に本当にこの時期、とても、今のアメリカの人種問題、本当に根深いその問題について、より深く考えさせられるいい機会となっておりますし、まあ、いろんなプロテストの声が上がっています。もちろん暴動やその暴虐とかに、惑わされる、まあ、そこでね、邪魔される部分がありますけど、やっぱその声、本当に必要な声は何なのかということを今聞き逃さないようにしています。そしてやっぱりその中で、黒人社会の声っていうのを、私、日本人として、日系アメリカ人として聞く必要もあると今本当に感じています。そんな中でですね、今私たちの属しているフリーメソジスト教団、本当にこの100、60年、1860年に始まったアメリカの奴隷制度真っただ中で、それに対して、そんなことはいけない、そんなこと聖書の教えじゃないと言って立ち上がった、その教団があるんですが、本当にそのことについてすごく感謝しています。今この歴史の中でも、本当に全ての人種を受け入れよう、愛そうという志をずっと忘れていない。もちろん完璧にできてはいない、だけれども常に努力をしている、まあ、そんな教団に心から感謝しています。今週の日曜日、夕方の4時からですね、Facebook でライブのイベントがあります。共に学び、共に話し、共に聞く、そんな時間になると思います。そういったイベントなんですね。ぜひ興味のある方は、私たちの Facebook ページにもそのリンクがありますので、ぜひ今週の日曜日、4時から、そのイベントに参加していただきたいと思います。今週の日曜日、私たちの礼拝は9時半から、ヤコブの手紙をこれから学んでいきます。義人ヤコブと言われています。義を愛した男ですね。そして本当に彼は命を、そして彼の人生をもって、先週お伝えした三箇所の六章の八節にある公正を行い、そして誠実を愛し、神の前にへりくだって歩む、それを実践した、そんな彼の人生から私たちも今この時期に学んでいきたいと思います。それでは日曜日の9時半に、Facebook もしくは私たちのホームページで、礼拝サイトから見ていて、参加してください。それでは、お会いし、その日お会いしましょう。